TooShy.net. それも、その現在の時刻は5時20分です。今回は久々に伊豆までやってきました。前に来たらもう場所を取ってる人がいて、さすが人気人ですね。そう、餌取り対策用に、団子も用意しております。ここは急ぎ技いいということで、ちょっと急ぎ技を攻めてます。潮が速いですね。今も沖に流れてますね。結構見えない餌取りがいますね。これは厄介です。朝一発目。あ、バレた。バレた。バレました。ホッパですね。ほら、来ました。朝一発目は、ちょっとバレました。それが効いてきた証拠ですね。あと何もやってるんで、そのあれもありますけど。
上げて十分だったら足裏かな。なんとか2匹目です。タモで、使うほどではなかったかもしれないんですが、潮位が下がってきてタモが入らなかったです。長さがきつくてえらい手こずっちゃいました。これで2匹目のメジャーです。サイズは30センチです。来たのにすげえのが来た。あ、バレた。3の字バレた。痛恨です。痛恨のミスです。さっきは結びが悪くて外れて、今回も結びが悪くて回転しちゃいました。これが痛恨の、これがこの結びが初心者ですね。上がったのにな。三の字くん、初三の字が腕痛かった。強烈な引きでしたね。
やったやった、無事な？いやいや、三の字です初三の字いや危険は半端じゃないから、危険は半端じゃないからね、危険は半端じゃないし、重いし、いやー、舞台みたいで重いから、持ってあげますか、ちょっと、え、危ないから、それ持ってあげましょうか。あ、はい、すいません、持ってつけてあげます、いやいや、初めてじゃないですか、三の字見た。三の字は初めてです。でも、あれでしょ、半端じゃないでしょ。半端じゃないね、愛護並みだね。あ、ありがとうございます。いや重いぜ、三の字。初の三の字です。かなり引きます。愛護並みですね。もぞもぞっとした、食いをした後に、しもった後にいきなりカーンと来ます。三の字だ、またもや三の字だ。いやすげえ引きだな、おい、激しいな、おい。現在まもなくあと4時です。あと5分で4時になります。いやこの三の字くん、今日3匹目、4匹目、バラシェルと5、6匹でしょうか。三の字祭りです。強烈な、愛護を上回る強烈な引きですね。腕がもうパンパンで、こいつがかかるともう腕が痛くて大変です。腕がもうつってます。いやあと残りコマセ30分ぐらい消化して終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。画面の赤いボタンをクリックしてチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。